今年1月にオーストラリアから1年間の交換留学で来日したチャールズ・ワトキンソンさん。オーストラリアでは中学2年生の時からずっと日本語を勉強してました。日本の文化とかの興味にまた来ましたから、その文化だけでなく、生活とかも経験したかったですから日本に来ました。日本人の友達もでき、生活は充実している様子です。デリシャス。うまい。お世辞とかじゃなくて本当にうまいから、なんかこっちがね、英語で喋るより絶対こっちが日本語で喋った方が話通じます。そんな彼が日本に来て夢中になっているのが少林寺拳法です。少林寺拳法は戦後香川県で始まった新興武道で、空手のような突きや蹴り、柔道のような投げ技や受け身などが全て合わさった武術。チャールズさんが所属するルーテル学院は男女ともに全国トップクラスの強豪校として知られています。クラスメートから誘われて来日直後から始めた少林寺拳法。体験に来てみればって言って一緒に来てくれました。木下君が誘ってくれた時に、少林寺拳法部に入ったらぜひ、なんか友達とかもいるので、それはなんかいい経験になると思いました。交換留学の1年間で新しいことにチャレンジしたいと思っていたチャールズさんにとって嬉しい勧誘でした。最初はちょっとそれは難しいと思いましたけど、みんなが優しいし、それも楽しそうだと思いましたから。最初は体験するだけのつもりが、しっかり少林寺拳法の魅力にのめり込んでしまったというチャールズさん。最初はもうただのこう体験、武道を体験してくる留学生かなと思ってたんですけど、4月にその入部部活動編成会があった時にいたので、入るんだなと思って正式な部員として活動を始めて2ヶ月、演武に磨きがかかってきました。突き蹴りもそうですけど、その礼儀作法とかそういったのも教えて、はい、で彼も吸収して、ちゃんと道場の中ではその礼儀作法に乗ってって動いてるので、関心だなと思います。頭を下げるのではなく、手を合わせて合掌礼で挨拶をする少林寺拳法。道場ではチャールズさんもこの礼式を身につけました。一切手を抜かず、練習中も真剣に稽古に取り組むチャールズさんに部員たちは刺激を受けている様子です。チャールズが声を出してるからそれに負けないようにっていう形で、部員もいい効果、影響になっているので、チャールズはとてもありがたい存在になっています。取材したこの日、仲間たちは翌日の早退に向けて最後の調整中。チャールズさんは正式な部員ではあるものの、交換留学生のため大会の規定で出場できません。しかし本人がこうものすごく頑張ってるっていうところで、やっぱその発表の場を設けてあげたいっていうのと、少林寺拳法の普及と、あとは国際交流っていうものの観点から本人に出させてあげたいなっていうところで。チャールズさんが少林寺拳法に真摯に取り組む姿を見て、少林寺拳法連盟が高体連などに特別参加を打診。正式な大会記録と認められないオープン参加という形で、高校総体で演武を披露できることになりました。明日は
単独演舞をします。練習とかもう頑張りましたから、習ったこととかもう見せたいです、はい。高校総体の開会式、チャールズさんももちろん参加です。出場する男子単独演舞を前に、インターハイをかけて戦う仲間に声援を送ります。いよいよチャールズさんの番。緊張してる。仲間から声援も送られます。チャールズファイト。そして見事演じ切ったチャールズさん。めっちゃ上手でした。100点、100点です。競技歴2ヶ月とは思えない演舞に、会場からも大きな拍手が送られました。最初はちょっと緊張してましたけど、今日はうまくいったと思います。みんながファイトを呼んで、すごいなんか自信に出てきました。この日ブーテル学院は6種目完全制覇。多くのチームメートがインターハイ出場を決めました。そしてチャールズさんには、賞状、関東賞、男子単独演舞の部、ブーテル学院高等学校、チャールズ・ワトキンソン。特別に関東賞が贈られました。オーストラリアとかでスポーツ大会とかもメダルとかなってましたけど、スポーツの大会で賞状をもらうのは今日は初めてです。嬉しいです、本当に。心から。来日して5ヶ月、少林寺拳法がすっかり生活の一部となったチャールズさん。オーストラリアに帰るまでずっと少林寺を打ち続けたいと思います。今日は絶対いつまでも忘れません。